こちら、グランピー清水です。最近ですね、空手モンキーの紹介が多くて、なかなか皆さん空手モンキーばっかり見てると思うんですけど、今日も空手モンキーの紹介です。で、もう早速ダーンと見ていただきたいんですけども、今回ですね、また先月、6月に空手モンキーのペイントのキャンペーンをやりまして、その時にオーダーいただいた1台になります。で、こちらのオーナーさんはですね、一昨年ぐらいですかね、にマウンテンバイクのホイールを組みたい、インターソリ9のホイールが組みたいということをきっかけで、グランピーに来ていただくようになってですね、ずっとそこからご引きいただいてるんですけども、今回が僕が知ってるだけで、4代目3代目ぐらいですかね。もともとマウンテンバイク GT のマウンテンバイク乗られてて、ちょっといいホイールが欲しいということで、このホイールを組んでいただいて、次にですね、オールシティのマッチョキングか何か、マッチョキングですね、をシングルスピードで、組んで、で今回ですね、その間に1個ありましたね、手持ちのクロスバイクをちょっとシャッと走るようにしたいということで、オーダーいただいて、それをマッチョキングに移し替えて、今回こちらになったんですけども、これは最初乗られてた、GT のアルミのマウンテンバイクがあるんですけど、それからの組み替えになります。でですね、今回もほぼ組み替えなので、追加でかかったものはヘッドパーツぐらいですかね、規格が違ったんでヘッドパーツだけ組み替えてるんですけど、ちょっと細かく説明していきましょうか。まずですね、サスペンションがついてます。で、もともとついてたものですね、ロックショックスのリーバー、まあすごくベーシックなサスペンションですね。はい。で、ハンドル周りはグランピーと定番のレンサルのハンドルバーとステムですね。で、ぐーっと行ってもらってですね、コンポはシマノの SLX メインで、ディレイラーは XT に変わってます。で、ハブが、インダストリー9のハブですね。これがですね、最初の、こちらのオーナーさんとのきっかけになったハブになります。で、最初は141QR ですごくマイナーな規格のハブだったんですけど、それをブーストに組み替えて今回空手モンキーに入れてます。で、あとちょっとしたことなんですけど、この最近すごく人気の三ヶ島のペダルですね、レトロっぽい、昔のオールドスクールなマウンテンバイクのペダルになります。で、メインの色ですね、これペイントしてます。で、まずカーキの薄いカーキのような色ですね、これにマットダーコイズのヘッドセットを合わせて差し色に使って、なんかすごくいい感じにまとまった自転車になってます。はい。で、こちらの方今後ですね、今ギアードついてるんですけど、これもシングルスピードにしたいということで、今画策してまして、今 27.5 プラスのホイールがついてるんですけども、それに加えて29インチの、ホイールも今検討中で、それもシングルスピードで組もうかなという話をしております。で、これの前に組んだマッチョキングもそもそも、ギアード専用のフレームなんですけど、それをフィルセントリック BB っていう、変身のエキセントリック BB 入れてシングルスピードにしたんですけど、それ以来シングルスピードにハマっちゃいまして、マウンテンバイクももうシングルスピードにしたいっていうことで今計画中です。で、29インチのシングルスピードのホイール入れて、で、こいつもいずれこのスプロケ取ってシングルスピードで乗りたいという感じになっております。はい。で、空手モンキーは現行最近のマウンテンバイクですね、ブースト規格のマウンテンバイクを持っている方であれば基本的には丸々移し替えることができます。細かいこの YR とかは、陳情する必要がある場合もあるんですけど、基本的には丸々移し替えることができます。で、ヘッドセット準備してもらえばいいかなと思います。で、今回かかった費用が、
フレームとペイント、まあ、ペイント、キャンペーンで無料なのでフレーム、と工賃ですね、とあと細々したもので全部で税別13-14万円で、なんですかね、この空手モンキーに乗り換えができるという感じになっております。ですので、まあ、今後、まあ、なんていうんですかね、こう黒森フレームが乗りたいっていう人は、アルミから黒森にチェンジしたいっていう人はこう、空手モンキー検討していただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、では空手モンキーの紹介でした。ありがとうございます。